新型コロナウイルスに負けないで頑張っているお店を応援紹介するコーナー、お店の輪。8軒目の今回は長寿庵さんからのご紹介、日高市原宿の栗駒娘本舗亀屋さんです。いらっしゃいませ。日高市の栗駒娘本舗亀屋のあさみです。今コロナの自粛ということで、売り上げとか客数とか、皆さん大変な、思いをしていると思うんですけど、うちの方でもいろいろと対策の方をしてまして、でまず子供が家にいるっていうことで、洋菓子が好きっていうのもありましたんで、うちは和菓子なんですけど、和菓子と洋菓子ということで、こちらに生クリームどら焼きとか、あと大福とか、あとロールケーキとかっていう、この辺を子どものおやつとして充実をさせました。あとはこちらのアマビエって、昔の話なんですけど、こういった疫病が流行すると、こういったアマビエって、伝説の妖怪が現れて、この姿を書き写した絵を人々に見せれば収まるっていう話をありましたので、それをもじって、アマビエのおまんじゅうと、あと練り切り、ちょうどこの練り切り、これも売り切れそうなんですけど、こういったアマビエの形をしたこういったものを作ったりいたしました。あとはですね、子どもたちがやっぱり家にいるということで、お昼の準備が大変だっていう話をお客さんから聞いてましたので、うちのちょうど息子は外のお庭を作ったんですけど、お昼のお弁当をやっぱり用意するのが大変だったんで、ちょうど商工会で知り合った福助さんのお弁当を注文したところ、好き嫌いの多い子供が美味しい美味しいって言って、すごく美味しそうに食べてたのがすごい衝撃で、食べたらこれは美味しくて、本当に子供がいる家庭にはおすすめだなっていうことで、ちょうど日高市のお弁当の券ももらえるということで、うちの方でやることにしてました。うちは配達専門の弁当屋なので、売るとかテイクアウトする場所がなくて、テレワークだったり、ちょっと午前中で帰るっていう、もともと会社とかに運んでるんですけれども、ただたちで、件数は幸いなことに会社自体の数は減ってないんですけれども、何個運ぶっていう個数がちょっと減ってきてるのはありまして、そんな中で神谷さんからいただいたお話で、子どもたちとかお家でご飯3食作るの大変っていうお話もお客様からいただいてたってあったので、そのお手伝いできればっていうのでお声掛けいただいたので、反響がおかげさまですごくて、うちのお菓子よりもお弁当の方があれなのかなっていうぐらい、もう1日40個とかそれぐらいの注文が入ってますので、この時期大変なんですけど、うちよりも大変なところたくさんあるので、いかに応援できるかなっていうことが、だからお弁当さん、困ってるお弁当さんとか、あとはお弁当作るのが大変な家庭とか、そういうところたくさんあると思うので、そういう応援ができればいいかなっていうのは今考えてることです。すごいことだと思います。多くの子どもさんにこういうのが渡ってくれるといいなと思います。新極真の長谷川道場、やっぱり空手っていうのもこう密室な3密に当たっちゃうと思うので、結構大変だった話聞いてたので、そこを紹介してできる、なんかズームっていうか、そんなのもやってるって話を聞いたので、応援できればと思います。